はい、こんにちは、116インズです。さあ MLB も開幕して1ヶ月ほど経ちました。好スタートを切ったチーム、そうでないチームといるわけですが、それは選手に関しても同じ。好調な選手もいれば不調な選手もいますよね。もちろんまだ1ヶ月しか経っておらず、試合数も少ないので成績が多少ブレるのはそら当然なわけですが、特に好調な選手を見るとこれ今季すごい成績残すんじゃないかと期待してしまうのは、これは野球ファンのある種差がでもあります。さて今回はそんな好スタートを切った選手の中で、まさかこの選手がこんな成績をいきなり残すなんて、個人的には予想外すぎた選手たちを6人ほどピックアップしていきたいと思っています。それでは早速見ていきましょう。はい、1人目はエンゼルスのテイラー・ウォード。現段階で MLB 全体で見ても最大のサプライズの1人な気がしますね。もともとは2017年ドラフト全体26位指名を受けたキャッチャーで、現在は外野での起用が中心。ただ伸び悩んでいたところ、昨年65試合で OPS7 割6分9厘と一応キャリアハイの成績を残すと、今季は開幕こそ IL で迎えましたが、復帰後はライトのレギュラーに定着しました。開幕1番だった大谷選手の調子がなかなか上がらなかったところ、4月25日の試合でウォードが1番起用となると、この試合いきなり2ホーマー。その後も打ちまくっていまして、ここまで19試合ですでにホームラン6本、昨年の8本がこれまでのキャリアハイでしたが、今月にはそれを超えそうな勢いですよね。エンゼルス外野陣はスプリングトレーニング中にジャスティン・アプトンを DFA し、さらに元トッププロスペクトのジョー・アデルが不振でマイナー落ちとなっていますが、ウォードが出てきたことでそんなこともすっかり忘れてしまいそうですし、エンゼルスが今勢いに乗れているのもウォードの存在あってでしょう。2人目はマリナーズの JP クロフォード。クロフォードは先日5年総額5100万ドルの契約延長を結んだばかりで、昨年1年間平均以上のレギュラーとして活躍したことから、MLB でも十分通用する選手であることは皆さんもご存知でしょうが、強打者と契約延長した覚えはなかったんですがね。26試合で打率3割6分3厘、10割オーバーの OPS を叩き出すとは予想ができませんでした。パワーもなぜかついてきていて、すでにホームラン4本。先ほどのウォード同様、こちらもキャリアハイを更新しそうな勢いです。マリナーズ打線は中軸のウィンカーの不振やハニガーの怪我もあって、いろいろうまくいっていないことも多いので、最近はこのクロフォードを3番で起用したりと、首脳陣も今の彼なら攻撃陣を引っ張ってくれると期待してのことでしょうか。打撃が良くなったせいか、なぜか彼の強みであるはずの守備が若干怪しくなっている点は少々不安がありますが、それでもここまでの攻守の貢献は大きく、ウィンザオリプレイスメント 1.8 は AL 全体で見てもトップクラス。なんなら水準としてはトラウトやホセラミレスと変わらないというここまでの活躍ぶりです。3人目はパドレスのエリック・ホズマー。ホズマーは2017年オフに結んだ大型契約があと4年も残っていながら、それに見合った活躍がなかなかできておらず、すっかり不良債権の印象すらついてしまったファーストで、パドレスもオフにどうにかトレードできないかと噂も結構出ていましたよね。残りの契約も巨額で引き取り手も見つからなかったわけですが、ただここまでのホズマーの活躍であれば、パドレスはむしろトレードできなくてよかったとすら思っているかもしれません。24試合で打率3割7分6厘は MLB トップ。今季のホズマーは相変わらずゴロ率は高く、打球が昨年から大きく変わったわけではないんですが、アプローチ面で言えばコンタクト率が結構上がっているんですよね。昨年 78.8% だったところ、今年は 82.5%。これは 82.9% を残した2020年に近い水準となっています。2020年のホズマーといえば短縮シーズンながら打率2割8分7厘、OPS 8割5分1厘と結果を残したシーズンではあったので、このコンタクト率を維持できるならそれなりの成績は期待できそうですし、パドレスとしてもそれを願うばかりでしょう。4人目はロッキーズのランドール・グリチャック。ブルージェイズがチームを立て直している時期に主力として活躍し、ようやくチームも本格的な勝負期を迎えたところで、開幕直前にライメル・タピアとのトレードでブルージェイズから再建中のロッキーズへ移籍。なぜか再建中のチームを渡り歩く格好になっていますが、今季ここまで打率3割2分5厘と当たっており、打線が予想以上の成果を上げているロッキーズでも最近では3番を任されたりしてますよね。グリチャックはシーズン20本くらい打つパワーはありながらも、打率や OPS が高い印象はなかったので、シーズン序盤とはいえいきなり高打率をマークしたのは予想外ではありました。今季のグリチャックで面白いのはゴロが増えている点で、ゴロ率のキャリア平均が 40% くらいなのに対して、今季は 60% に近い水準で、平均の打球角度もわずか 3.9 度と明らかに低い打球を狙うアプローチにシフトしていて、さらにハードヒットの割合が近年の彼にしては高い 45% 台と、強い打球も打てていますので、今のところそういった打球が野手の間を抜けてヒットにつながっているという感じでしょうか。
さすがに BABIP3 割8分2厘を維持するのは難しいにしても、アプローチの変化で例年よりは高いアベレージを残すことはもしかしたら期待できるかもしれません。続いて5人目はブルワーズのエリック・ラウアー。昨年フレディ・ペラルタが大ブレイクしたブルワーズのローテーションからまた一人大ブレイクしそうな選手が出てきました。ラウアーはあまりパワーで勝負するようなタイプの左腕ではなかったはずなんですが、今季はフォーシームの平均球速が 1.3 マイル増加。去年も球速アップしていましたが、今季さらにスピードアップしたことで面白いくらいフォーシームで空振りを奪えるようになり、ここまでフォーシームの空振り率は 43.5%。 パドレス時代と比べてショートアーム気味なフォームに変えているラウアーですが、それもハマっているみたいですね。4月24日のフィリーズ戦では6回13奪三振でキャリア初の1試合2桁奪三振を記録すると、その次の先発である4月30日のカブス戦でも7回11奪三振、シーズン通算ではここまで23回3分の1を投げて35奪三振、先発4番手5番手として多少失点しながらも試合を作ってくれるタイプだと思っていたら、明らかにピッチャーとしてのタイプが変わりつつありますし、それでいてコマンドの良さも失われていませんので、ただでさえ強力なローテーションを持つブルワーズにまた一人エース格のピッチャー、これもしかしたら出てくるかもしれませんね。6人目はブレイブスのカイル・ライト。もともとは2017年ドラフト全体5位指名を受けたトッププロスペクトでしたが、なかなかメジャーで結果を残せていませんでした。しかし今季はここまで5先発で防御率 1.74、 ずっと MLB に上がっては打たれてマイナーにまた逆戻りしていた印象だっただけに、今季の好スタートはブレイクを予感させる内容になってますね。カーブ主体のピッチングへの切り替えや球速の向上、さらには腕の位置を少し下げたことなどが今のところ効果を発揮しているようですが、本人曰く昨年トリプル A で自信を取り戻したことも大きかったようですね。トリプル A 最後の13先発で防御率 2.18 と結果を残し、また昨年ワールドシリーズ第4戦ではアストロズを相手に4回3分の2を投げてわずか1失点。成功体験の積み重ねがかつてトッププロスペクトとなるほど評価されていた彼の才能を蘇らせ、そして今季メジャーでここまできっちり成績を残していると。少し時間はかかってしまったかもしれませんが、今季がライトにとってのブレイクイヤーとなるのでしょうか。ということで6人見てきましたが、まあウォードがここまで打てる選手になるとは正直思っていませんでしたし、彼が1番に定着してからのエンゼルスも勢いがすごいですよね。またパドレスのホズマーも開幕するまでは完全に扱いに困るような存在と、おそらくフロントもファンも見ていたでしょうが、すっかり彼に対する評価も変わった印象です。まずはいいスタートを切った選手たちは今それこそ気持ちよくプレーできているでしょうが、ただこの調子をどこまで維持できるか、これはやはり一つポイントとなってくるでしょう。春先だけだったとならないような活躍を引き続き期待したいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。